今こうやってここにもいらっしゃる系ですか。こういうふうに参道があるんですけど、あれ、はい、で木が太い木がここにあります、あれね、はい、でこういう細い木がこういうふうにあって、こういうふうに伸び取る木があります。はい、ここに今どういったらかな、多分こんな感じに見えます。よくないな。これは多分紐だから多分首くくってるんだろうな。そこの斜めってる木で、うん、今この画面の真ん中の斜めに生えてるこの木で、うん、やべえなおい、これやべえぞお前、これすごい、なんか心霊スポット来てむっちゃ耳鳴りになったって今感動してるよ。こんな風になるんだって。今、写真撮ったんですけど、はい、オーブがいます。オーブがいます。トンネルからやっぱ放り出されたもの外に出とるの、トンネルに見えるわけだ。戻しとこねてる、とんでもねえとこ来とる、無意に障害が来とるのがちょっといかんな。左の耳鳴りが今すごいかな。右はそんななんかあれなんだけど。そば離れるんだよ、まず。はい、うん。ここは水の中も化けてる感じですかね。真っ暗。こんな感じで一回貼って気になるけどね。ね、こっちだった。うん、ああこっちだった。いやだなここ。なんていうか昼下見の時同様、一番ここがまだやばい感じですか。うん、やばいな。怖いな。戻ってこんのかのだよな。っていうかまあやばくなったら後ろに出しです。まあもう匂いが違ってくるな。確かに。今あのトンネルがあって、はい。この水が流れてる水の影のところに、あれですな。うん、はい。今こういうこんな感じで映ってます。それをこっちにこういうふうに見てますね。こういうふうに横側でこんな感じですね。あそこら辺でそんな怒ってる感じではない。ないですね。こっちを見張ってるっていう感じですね。うん、まあ警戒はされてるんだね。もうダメだ、俺がやぶなんてきた。大変だな、ここ。立った方がいいですよ。なるほどな。はい、解説。ちょっと待て。うわ、ライト。ん？そっちのライトをちょっと照らしてみて。うん、はい。今ここにトンネル、これ今こういうふうにトンネルがあるんだけど、ここのここにも霊道が1個こういうふうに まん丸くこういうふうにちっちゃい感じでこういうふうにつながってますね。ここにここにこの横に、そうそう、こんな横に、ここら辺、ここからこういうふうに、なんか丸太が転がってるような感じです。そうだね。
俺ら普通に素通りしたんだよな、それ昼の時。いや、素通りはできるんだけど、近くに寄りたくないんだ、これ。ちょ、ごめん。はい。俺がいいって言うまで、ここで深呼吸して。吐いて。吸って止めて。OK、出していいよ。いや、ガチか。そんな難易度高いとこか、ここ。ガチだね。これ、どうしたらいいんやろな、これ。意味わかんねえよ、こんなことか。ライト消した方がいいっす。うん。やっぱ、オーブはいるな、やっぱこっちの方が。最後に変な光がよ、戻ってくるんだよ。今落としたね。なんか落としましたね。もう、めちゃめちゃ多いとこ、さすがに。昼晩と夜晩を比べた場合、なんか単純に全部レベルアップしてるっていう感じですか？寒くない？もう寒いし、虫もいないしで、外に。こんなに虫いないとこ初めてだよな。お昼の時点でコウモリいたじゃないですか。多分ここに来た虫全部殺されてるんだ、食い殺されてるんだろうなと思うんだけど、にしてもなんか虫いねえなって思ってる。さっきのなんかひどい環境に比べたら。今そこのこういうトンネルがあって、はい。トンネルが汚いな。トンネルが汚いな。トンネルがこういうふうにあります。はい。で、へこんだところにこういうふうにこんな感じで、まあ、どのぐらいなんだろうな。肩ぐらいまでのこのぐらいのちょっと細身かな。まあこんな感じ。ちょっとくぼみがあってズボンを履いたこのぐらいので、こういうふうに浮遊してます。今見えたらラッキーっていうやつですね。だってでも結構優しい女性ですね。こういうふうなこんな感じで今浮いてますね。僕らがここにおるとしたら、はい、もう一つはもっと手前の方で、そう、そうですね。だいたいここだと3メーターぐらいかな。あ、その濡れた跡みたいなののちょっと向こう3メーターぐらい離れてます。こういうふうな感じで、うん、動画で3メーターってなおさらむずい気がする、うん、あ、今もドンって言ったね。なんかちらほらなんていうの気づかないようにはするけどさ、うん、親っていうのがあるんだよな。あ、結構音が入っとるな。聞こえとるよな。ちょっと俺も自信がねえ。あ、手で横向けていて、後ろ向けてきゃ、後ろ向けてきゃ、なんか取れると。コンタクトってきたやつがおる。話しかけてきた。トンネルがあって、はい、結構距離がある。ここから距離があるんやけど、はい、こういう遠近法でね、出口の出口の手前1メートルぐらいこの辺に聞こえたね。今もギャーって、こういうふうに首があって、で下半身しかない。上半身しか、あ、上半身しかなくて足がない、ここなくて、でもう怒ってますって感じ。怒った？プンプンプンって怒ってます。多分お昼にどけられた方々みたいだ。僕はもうこれ以上行く勇気はありません。おっと、僕は嫌です。もう嫌だ、もうこんなの嫌だ。よいしょ、
レジ研究家としては逃せねえけどな。取れ高かもしれないけど安全を伝えるのも大事な役務めよ。うん、腰が痛いよ俺。かっちゃんは安全で安全の枠超えたわ。息苦しいな。結局取れ高のため取れ高のためって無茶したらさ、他の人は無茶しちゃうから、うん、ここはもう今もう本当にトンネルのど真ん中ぐらいかな。そう、真ん中ぐらい。なんだけどこれ以上はダメっていうのは。あのねえ、もうライトつけてもずっとるもん。ああ、ガチ横ですね。うん。だったらもうこれ以上はダメですっていうのをお伝えするのも、なんていうか、動画投稿者としての形だと思うし。来ない方が安全かもしれないって。で今ちょっと呪文をちかお経をあげてみたんですけど、はい。聞く気味がないみたいな。ああ。ちょすいません。すいません。二人の安全のためも僕これ以上行く自信はありません。はい。で退却します。こっからちょっと引くとか引こう。ちょっとやばい、うん、もうこのまま後ろに戻っていく感じでいいですか、うん、もう振り向かない。もうおっとまたそばにおる。ずっとはい。そばにっていうことは無理に前に行ったりとかもダメってことですよね、うん。真横に乗った方が安全だと思った。さよならって重くそ振り返ってしまった。今トンネルがあるトンネルの、はい、あそこの白い釘見れのところ、ヘッドライトで照らしてくれると助かるな。この辺り。あ、全然手前の方で、はい、うん、ここから「さよなら」「ようやら」って聞こえた。こういうふうな感じ。声だけですか。見た目はなく。見た目はなく声だけ。まあ、後ろ向いてたもんな、うん。男の人、女の人。女の人、若い声。これちょっとやべえな。ここ怖えぞ。第2のトンネルのやばい方ですか。今この出口の、はい、まあ、トンネルがこう出口がありますね、はい、今僕らここにいます。ここも出口です。ここに今こういうふうにさっきの真ん中に立ってた女性がこういうふうにスカート履いた女性がこういうふうにこういう感じで、ああ見てる感じで、そう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 、ここが髪の毛でこんな感じでこのサラサラの髪の毛こういうふうにこんな感じでこんな感じ、なんか帽子かなんかなんかかぶ、あの何やスカーフみたいなものをかぶって、うん、頭巾というかスカーフというかなんていうか、うんうん、がそこにここにいた。もうクソ近い、うん、ちょっとびっくりしたんですけど、やべえ、完全囲まれてんな。
シャッターが綺麗に。とりあえず今のところ耳鳴りは収まってる。え、収まった？はい。いいな、じゃあなんとか自爆から取れたみたいな。おう、今、おう、今こういうふうに、こういう橋があるんですね、今こういうブロックが。はい、こういう風になってます。鉄の棒がバーッとあった。はい。で、こっちもこういう風にやって、こういう風にしかあります。はい。の、この辺に今、こんな感じで、服は、ワイシャツみたいな服ですかね。こんな感じで。さっきは立ってなかったんだけど、こういう風に。こんな感じで、七三に分けた。うん、うん。うん。男性が立っています。さあどうしようか悩んでます。参ったな、これなんていうか、多分そのやばいのが近づいてくると耳鳴りするな、これ。うん、これは俺の結界でももう多分もうモイ君にも伝わっとるやんな。俺が伝わるもんも伝わるんやって、うん、ああなるほど、うん、その霊感バリアの揺らぎみたいなものが伝わってるわけだね。そう、ちなみにこれ今安全な状況ですか、やばい状況ですか。今は安全だろう、これは。よし、いや、そういう安全じゃねえよ。まあいや、だからそのなんていうの、いきなりダッシュとかそういう危機的状況ではない。そういうことはさせないの、今、うん、自分も転ぶの嫌だから。まあ、ね、普通に坂道で危ないので。今、僕らがこういう一緒に歩いてます。はい、歩いてますね。はい。で、この辺にふよふよふよと玉が飛んでるんですよ、今。こんな感じで今、玉が一緒に。それ、ノイが左にいるけど大丈夫かな。だから呼んだよ、こっちって。ああ、こっちって言ったけど、左に行ったもんね、まあいいや。俺、右で来い来いって言ったの。右に来るかなって。左に来ちゃったから、ね。よし、場所チェンジ。やっぱりカッちゃん左に来ると耳鳴り収まるな。カッちゃんが左に来ると左に耳鳴りが収まりまする。目視して何センチぐらい？今日どう、分かりやすく説明されてる俺。今回はなんていうの、その、ちなみに霊視飛ばしました。霊視飛ばした、よしあの答え合わせもね、今回あのホワイトボードでやった通り で今回はその、うん、見えない方も、うんうん、ホワイトボードで、あ、こんな感じのがカッちゃんは見えてるんだっていうのが分かってもらえればいいかなと思って、こんな形でやって、今日はやってみました、ボードで、はい、まあ絵が下手なのは勘弁してください絵が下手なのはもう何ともならんと。ここでそんな綺麗な模写スキルで示されてもすごい困るんだけど俺なんか今もう右肩がもうやべえもん。大丈夫、運転に支障ない？ない、腹減ったそれはそう。ちょっと待って、うわ、動くな、今のところ動くな。はい、目合わせるのよ。目合わせるの、じゃあ目通しとく。待て、左見ていいか、左見ていいか、左見ていいか、左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 
嘘でしょ。向こうは照らしながら今日が足元だけちょっと怖いから照らすけど、よし、 OK。 はい、 OK。 はい、今僕らがこういう風に歩いてきました。寒いな、ここも涼しいですね。うん、そしたらここにどう書いたらいいんだろうな。まあ、いわば、こんな感じか。動物の霊が、多分キツネだな、尻尾が長いで、こんな感じで。ほう。こんな感じですね。わしらが帰るっていう。で、こっちに目をそらすわけ、僕らは。ほうほうほう。うん。目を合わせると多分取り憑かれるんじゃないかと。多分キツネだと思う、こういうふうに。なるほど。うん、こんな感じ。ここ難易度高すぎないか。これ多分もっと人間だろうな。人間がキツネ様に変化したってこと。だから要は悪霊っていうやつだな。そんなことある。あるある、もっとある。